ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回はキヤノンから新型のコンパクトデジタルカメラが発表されましたのでご紹介したいと思います。今回発表されたモデルがパワーショット SX740HS となります。このモデルはいわゆる高級コンデジと呼ばれるタイプのものではなくて、あくまで通常のコンデジとなります。特徴としては光学40倍ズームに対応しているほか、4K 撮影が可能。映像エンジンがキヤノンの最新のものが搭載されているほか、スマートフォンへのデータ転送が可能となっています。詳細な仕様としては、まず画素数としては2030万画素、センサーサイズは 2.3 分の1型となります。ですので、センサーとしてはあくまで普通のコンデジのセンサーということですので、あまり画質的には期待はできないと思います。焦点距離は 35mm 換算で24から960、 F 値は 3.3 から 6.9 で、やはりズームを意識したレンズとなっていますので、 F 値についてはあまり小さくなくて、広角の撮影は期待できないかと思います。ズームについては、先ほどもご紹介した通り、広角ズームが40倍、そこにデジタルズームを併用することによって最大80倍までのズームが可能となっています。液晶モニターは3インチで 92.2 万ドットですので、このクラスのコンデジとしては十分高解像度のディスプレイが搭載されています。 ISO 感度としては100から3200ということで、やはり ISO 感度を見てもあまり高感度撮影は得意ではなさそうです。またこちらの製品、ディスプレイがチルト式になっていますので、自撮りにも向いています。ここ最近発表されたコンデジというと、やはりソニーから出た高級コンデジなど、通常のコンデジの新製品があまり出ていなかったので、久々の新製品ではないかと思います。発売日は8月30日からで、価格は4万円台後半となります。画質にこだわる方が購入するようなカメラではありませんが、普段スマホの画質に満足していて、もっと望遠撮影もしたいと考える方にとっては、この製品おすすめかと思います。ということで、今回はキヤノンの新型コンパクトデジタルカメラ、パワーショット SX740HS をご紹介しました。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。